両交渉は、かつての満州国の勲章。1934年3月1日、直令第1号によって制定され、同年4月19日の法令によって発表された。大受賞の1階級のみからなる。日本の等価賞に相当する。バッジオブザオーダー、金色のメダルは、星の形で、それぞれ5本ずつの滑らかな金色の光線が張った場、出ている。 そしてそれぞれの束の間に緑色のエナメルの短い光線がある。メダルは28個の赤い宝石で囲まれ、中央には金色の雲の切れ端を伴った様式化された中国の竜が描かれている。竜は皇帝、不儀を象徴している。勲章のメダルとそれに付随する勲章の星は外観が一致する。緑色のエナメルの透かし彫りの吊るし手がある。 中心の雲渦と二重の同心円状の五角形からなる様式化された雲を表している。小樹は白で、中央に青い缶がある。気象の裏側には、訓港衣装の四文字がある。上部の光線の上の長方形のブラケットを通して、雲を象徴する小さな五角形と、螺旋型が内接する透かし彫りで、溝の入ったライトグリーンのエナメルの中間の缶へつながる。 中間の缶の上端には、勲章の樹に取り付けるための缶が付いた小穴がある。勲章は太陽を象徴する。青地に白い縞模様の樹と胸の気象を着用する。33回にわたって授与され、ソ連の満州侵攻後の1945年に中止された。主な受賞者を記す。ありがとうございます。